皆さんこんこにちはファンキーサックスプレイヤーの藤野美由紀です、えー、このチャンネルは「ファンク・ソウル・ R&B ・ロックなサックス」のチャンネルチャンネル登録よろしくねそれでは今日の課題に参りたいと思います 今日はですね、質問というか、前回、こういうセプテンバーの解説をしたんですけども、今日はその先のシ、えー、C、メロの吹き方について質問をいただきました。セプテンバーのシーメロ、いわゆるサビですね、そこがどうしてもかっこよくなりません。どうううやっていいいたらよろしいでしでょうかというのを いただきましたので、今日は解説したいと思います。はい、じゃーん、こちらアルソ出版からリリースさせていただいています。おかげさまで大ヒット。今でもガンガン売れまくり千代子でございます。まだお持ちでない方はね、ぜひぜひという感じなんですけども、この中に入っている、えー、セプテンバーセプテンバーね。 え前回もやりました、えー、さっきも言ったか、えー、こちらのね、えー、ちょっとアルトサックス用で言いますね33ページの、えー、C メロですねちょっとチラ見せチラ見せ C メロこれここですサビ、うん、ここをですねちょっと今日はかっこよく吹く方法っていうのを、えー、やりますね C メロ確かにねこのまんま吹いたらめちゃくちゃかっこ悪いです このまんま吹いてめちゃくちゃかっこ悪いバージョンちょっとやってみますね。いやだな, <laughs> なんかねこのまんま吹いちゃうとピーヒャラピーヒャラね。 はい、あの曲はあの曲で素敵なんですけどもセプテンバーとしてはどうかなっていうことでね、はい、そういう風になってしまうのでこのまま吹いちゃうとね、うん、じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけども例えば今の吹き方だったらいわゆる棒読み楽譜そのまんま読んでますね。

抑揚がつ言葉自体にもう抑揚がついちゃってるんですよねでやっぱりこれってアメリカ英語圏の音楽なのでここにも言葉のように抑揚がついていますっていうことなんですでどこに抑揚がつくのってことなんですけども、えー、この楽譜に丸をしてみましたのでちょっとご覧くださいはいこれですちょっとアルトサックス用で言いますねどのシャープここですねこれを これを、この音を、ここ大事です。この音を、小さく吹く。そうすると、どんな感じになるかというと。はい、わかりましたかね ののシャープのところを小さめに吹きましたそうするとちょっと早く言うと英語っぽくなったでしょ、ね、これ日本語っぽく歌うとなんですけどこれドのシャープのところを小さく吹くことによって グルーヴするというかこの英語っぽくなるっていうことですね、うん、でもねこれねちょっとこれいつもねこういう教え方するとねあれなんですけどちょっと英語っぽくなる日本語もあるんですよ例えばねこれ父ちゃん母ちゃん兄ちゃん姉、ね、ちゃんごめんなさい今ちょっと歌ってキー変わっちゃいましたけどこれね ちゃ「ん」姉ちゃん、の部分が小さい音の発音の言葉なのでこれでね頭の中にそれで歌いながら吹くともうちょっとイメージしやすいと思います吹きやすいと思います父ちちちちゃゃゃゃん、母ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃん母兄姉皆さんもちょっと言ってみてください。いきますよ。 父ちゃん母ちゃん兄ちゃん姉ちゃん、うんね父ちゃん母ちゃん兄ちゃん姉ちゃんうんのところを小さく吹きましょう。ちょっとこれでやってみますね吹きましょう。うん 兄ちゃん姉ちゃん,ちゃんはいこれでこれで全然あのー、イメージしやすくなると思いますうんえ、ね、まあまあそれはちょっと置いといて置いといて置いといて、うん、とにかくこの抑揚ですね C メロの抑揚ど、うん、のシャープだからまあ3つ目とかねその辺りのそこの音を小さく拭いてあげるそうするとあのー、ニュアンスがつきますよってことですね でタンギングするところを「タ」タンギングをしないところを「フ」で歌うと「タタフ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 」たた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 ですね。うん。 部分的にアドバイスが欲しい方のために、単発アドバイスチケットをご用意しました。例えば10分だけでいいとか、時間の切り売りをいたします。概要欄にメールアドレスを貼っておきますので、ぜひご連絡くださいね。 最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまたこのシリーズガンガン続けたいと思いますファンキーにキレッキレにソウルフルにいきましょうではではまた次回の動画でお会いしましょう高評価ボタンお願いしますではでは